桂枝光は、情報落語の名跡。当代は二代目。二代目、桂枝光は、落語家。大阪府大阪市上東区出身。関西大層高等学校卒業。吉本工業所属。情報落語協会会員。全名は桂ツラ小粒。本名は、小出良治。出林は、少女。1978年。 三代目カツラ将軍上田に11番弟子として入門。1980年代に MBS ヤングタウン、プロポーズ大作戦、ギャング王王ノンストップゲームなどに出演。愛嬌のある顔で、関西ではアイドル的人気を獲得する。1991年、全速の子供の天地療養のために、北海道苫小牧市へ移住。 それをきっかけにして1994年に札幌吉本が設立される。テレビ北海道にて、カツラ小粒の粒よりモーニングの MC を務め、北海道でも人気を博した。1996年8月、二代目警視校を襲名。札幌では寄せブームの復活に尽力し、2005年5月に札幌市民寄せとして平成改新亭を立ち上げ活動している。 桂小粒として初舞台を踏んだ名演衝撃場。ありがとうございます。